レイジュ、いらっしゃい。父さんはどう？訓練ばかりで全然遊んでくれないの。7時、2時、4時は立派な戦士になるって喜んでるわ。そう。それは？サンジがね、私にお弁当を作ってくれたの。サンジが？ねえ、今日サンジがなんて言ってくれたと思う？え？早く治ってねって。世界一いい子。母さんは本当に心から嬉しそうだった。サンジったら、また一時たちにボコボコにされたのよ、弱いくせに。そう。誰か呼ぼうか。いいの。それよりレイジュ、もっとこっちに来て。ごめんね。あなたたちの成長を見届けられそうにないのはとても残念。でもね。でも何？今ならあの笑顔の意味がわかる。きっと母さんはあなたのことも自分の選択も何一つ後悔なんてしていない。